頭ちっちゃくてケツでかいからケツの大みそかと思った。まずくて大量の食い物がたっぷり詰まっているらしい。ケーキといえば甘いだけ、ステーキはまるでゴムゴム。パンすら食えたもんじゃねえ、バナナくらいしか食えるものがない。アメリカ人はバカだ、あのでかいケツ信用できるか。アメリカ人はバカだ、 99% バカだ。アメリカだ、図が高い、文句あんのかこの野郎。なんかといえば銃突きつけて脅迫してきやがる。文句あるに決まってんじゃねえか、だが怖いから言えないだけさ。民主主義の仮面をかぶった恐怖政治にひれ伏して、アメリカ人はバカだ、あのでかいケツ信用できるか。アメリカ人はバカだ、 99% バカだ。1% の天才が支配する芸能の国民アメリカ、 99% の凡人が働き続ける国民日本人。どっちが得かよく考えてみよう。アメリカ、あのでかいケツ信用できる。ありがとうございました。帝のアメリカという曲でした。